とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー15周やっていきたいと思います。あと、1週間ぐらいで終わりなんでね、頑張って周回して、あと2つぐらいはね、いいやつを出したいですね。では、行きましょう。一発目、お、なんか、ラグったぞ。おー、なんだこれ。おー、クールダウンついてるね。なんか、とりあえず使えはするんだけど、使わないかな。クールダウンなし。でも、雪玉、あるね。無謀もね、なんか意外と良かったんだよな。機械化ソーブレード。重力がないな。重力ない。リフレッシュ2だしね。リフレッシュ3の重力付きで OK だったけども。惜しい。惜しいね。次いきます。どうだ？まずベールはいらないね。スイフトストライカーどう？弱いやつだった。弱いやつだった。たまにあるよね。踊り子。回復手段がちょっとね、輝きか。回復はね、リフレッシュで行きたいところなんだよね。やっぱりポーションバリア使わないと高難易度がきついので。よし。次行こう。ほい。序盤になんか来てくれると嬉しいんだけどね。パープル、違う、ついてない。テンペスト。テンペストもね、欲しいんだ。リゾルトテンペストの方が欲しいかな。追い打ちがついてる方。あれはなんか良さそうなんだよね。トルバ！なるほど。まあ、防護とヘルスシナジーがついてて、まあまあだね。あとはクールダウンとポーションバリアっていうところですね。惜しいところがいくつかある。どうだ？惜しいな。クールダウンじゃない。リフレッシュが2なんだよな。このね、0.5 秒の差が結構大きく出るんで、ここは妥協したくないね。下はね、悪くなかった。重力でも、シナジーでもよかったし、で、真ん中、クリティカルの吸血。輝きでもいいのかな。ダブル補助を入れて、なかなかいい感じになりそうだけども、防具は、クールダウンが相変わらずつかないね。今回クールダウンつかないタイプか？お願いします。ダイナモはついてるけど、貫通なし。リフレッシュまた2だ。リフレッシュ2かよ。これ惜しかったね。リフレッシュ3だったら、虚無、追い打ち。重力。よかったんじゃないの？不滅は、流れ込む魂がついてないね。いや、なんか、黄金さんがついてきてくれないね。どうだ？いまいちかな。ホークブランド来たぞ。リフレッシュさん。ホークブランドもそういう感じで、来てね。重力さんか。悪くないぞ。いや、むしろいいかもしんない。重力3。で、リフレッシュ。追い打ち。で、まあ、虚無か、シナジーでもいいよね。ぴょん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 しながら攻撃すりゃいいんで。いいんじゃない？このホークブランド。とりあえず、これゲットして、今度使ってみます。オッケーオッケー。とりあえず出た。どうだ？まあ、バーストボーストリンだけか。だね。なんか弓が多めに出てきたよ。無限はついてる。クールダウンショットあり。でももう魂の棒はね、今もう最高のやつ持ってるから、いらないんだ。パープルストームでは欲しいけどね。でもタワーで狙おうとは思ってません。どうだ？お！テンペストナイフ、頼む！
衝撃破産か。どうなの。いや衝撃は良くないんだよな。これ黄金にダイナモが来て欲しかった。ダイナモリフレッシュで真ん中はまあまあまあ鋭利でいいとしよう。で右をクリティカルだね。惜しいな惜しいな。衝撃波はリフレッシュとね全く合わないのよ。惜しい惜しい惜しい。どうだ。今回は外れだね。特にいいのはついておりません。これは外れです。これが10回目ですね。クールダウンショットついてる。でも他がない。急行あるけどね。流れ込む魂はついておりません。重力1は良かったよ。どうだ。黄金にリフレッシュ来てれば強かったね。良かったと思うけども。アーティファクトチャージ。ダメだ。クールダウンショットだけ。だね。はい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 。なんかちょっと全部惜しい感じだけど。次行きます。これだと、心奪うもの。どうだ。ダメだね。氷の木はどう？いや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 。エンチャントはね、まあ、いいかもしんないけども、いやー、月のダガー一択なんだよね。双剣は。そうなんだ。いや、悪くないと思うよ。悪くないと思うけども、月のダガー一択なんですよ。火力としては。お願い。惜しいな。惜しいな、これは。虚無3だったら、よかったかもしんない。左からガードストライク、リフレッシュ。で、クリティカル。いや、痛みでもいいかもしんないね。惜しい。でもね、虚無、いや、悪くないな、悪くない。まあ、今持ってるやつでも同じようなのあったと思うけど。まあ、安定のクールダウンなしですね。もう少し。やっていきます。ラスト2回ですね。あと2回バーストボーストリングついてる。黄金でね3が突き出したっていうのは本当にいいこと。ずっと1しかつかなかったからね。あ、また1だ1のやつもまあもちろんありますよ。ハープ頼む。何一ついいのはついておりません。ハープにリフレッシュつけていけそうな気もするんだよね。ハープだったら。でもそれだったらエンチャントは結構選ばなきゃいけないんで、厳選は必要か。でも、ハープのね、リフレッシュ付き、ワンチャンあると思うよ。ラストいきます。おおいやーいや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 。惜しいね。重力ついてるけども、重力虚無。悪くないよ。重力虚無のビースティンガー悪くないけども、まあ、いらないかな。輝きついてるのも持ってるしね。横、これ、これ。リフレッシュ 1!1 か。リフレッシュ3だったらね、ありだったね。クリティカル。で、ダイナモ、虚無どっちでもいいね。で、一番右は、そうね、エーリかな。惜しいな。スイフトはどうだ？惜し、惜し、惜し！どうなんだ。リフレッシュ3。重力。で、クリティカルでしょ？一番右に追い打ちがあれば、もっと良かったけども、この攻撃範囲の低さを爆発でカバーするか。まあまあ、とりあえずちょっとこれ使ってみよう。
爆発でなんとかちょっとカバーできればいいし、まあ、もしくは輝きつけてもいいのかもしれないけど、まあ、あんま火力が出そうにないな。はい、ということで、今日も15周やってみました。まあホークブランドはあれなかなかいいかなと思いますので、今度ね使ってみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。